あら、映像は出てないか。あ、出た出た。オッケー。出ましたね。いらっしゃい、細谷さん、いらっしゃい。こんばんは。今日はね、今日は演奏ではなくて、まあ一枠、そんなに長時間ではなく、一枠だけの、まあギターレッスンということで、はい、おそらく今日、まあ日本はですね、おそらく今日緊急事態宣言が、全国に出ると思うんですね。ですから、まあ皆さん、かなりもう皆さん、ほとんどの方が自宅待機、生活に必要な人、生活必需品というか、そういうのに携わっている人以外はおそらく自宅待機になるんじゃないかなと私は思っています。まあ基本的にそうしないといけないと思ってますので、その間ですね、まあこの際ですから、まあギター初めての方は、まあ今からでも構わないです。これからギターを始めてみようという人、あるいはもうギター経験者で、もう一度ですね、ギターテクニックについてですね、再考したい、もう一度ちょっと見直したいという人、この2つの、方に対してですね、レッスンしたいというか、レッスンというとおこがましいんですけど、まあちょっとそういうことをお話ししたいと思います。まあこれできればシリーズにすればいいので、今日のタイトルをナンバーワンというふうにすればよかったんですけど、もし if is there any foreigner without without Japanese。So please write down in English, okay? If you want to know in English, sorry, my English is so poor, but I can speak English and Spanish. So please write down freely, please. ということで、始めたいと思います。今日はですね、at this time, 今日はギターの構え方について、音の出し方も入りたいんですけど、ギターの構え方ですね。食料は1週間買いだめ、最高レッスン OK。まあ食料はというか、食べ物については大丈夫というか、それほど全国の人が買いだめをすると、また食品不足になると思いますので。大丈夫じゃないかと思いますけどね。ということで、まずギターの構え方ですね。私はこれが一番大事だと思ってて、ギターを始める人にとってですね、ギターの演奏フォームですね、これが最も大事だと思っています。ここのところをないがしろにすると、このあと、基礎的な、まあ実際の演奏ですね、実際の演奏、基礎的なことを構築するにあたっても、まず演奏フォームが決まってないと、こっから構築できないんです。
緊急事態宣言全国出ました。子供の手前平常心でも怖いと思ったら1曲目バルカロールで落ち着きましたまあとにかくね、こういう緊急事態の時には、我々は平常心でいるということが大事なんですよ。一つは我々は平常心でいないといけないということ、慌てないということで、私たちの不安とかですね、恐怖というのはお互いに連鎖しますので、特に家庭の中でしたらやっぱり子供に移るかもしれないですしね、その精神的なものが、あるいは自分の家族ですよね。だからやっぱり平常心でいるということは大事だと思いますね。それとあともう一つ大事なのは、お互いの信頼関係でもって世の中を持っているということは私はそう思うんです。だからこの信頼関係が壊れた国というのはやっぱり推して知るべしじゃないかと思うんですね。まあ、ちょっと大きな話になって、ギターと違って大きな話になって申し訳ないです。まずギターの構え方について説明しましょう。ご覧のようにですね、そうです。ご覧のように私はこのギターレストを使ってます。で、まあ、私はこれおすすめですけど、このギターレストは、まあ、生徒に新しいギターを始める方にですね、このギターレストは割と高いんですね。これ、5000円ほどしますので、ですからこの器具を使うということに関して、まあ少しですね、最初の初心者は全くゼロの人でしたら足台でもいいと思いますけど、まず始めたいと思いますね。それでまずですね、どういうことかというと、まず私たちが、普通に通常椅子に座ってですよ、椅子に座ってこういう状態で、まあいい姿勢というんですか、私たちのいい姿勢というのはこういう状態なんですね。This form is best form for the health, and we are ordinary sitting the chair like this.こういう状態ですね。私たちが椅子に座ってる状態で、で、まあ、背中はやはり前かがみでこういうふうにならないで、背中は丸くならないで、普通のこういう状態ですね。これが私ベストだと思うんですね。それでこの状態のままでギターはなしでですね、ギターはなしで私たちはもしギターを弾いてる経験者でしたら、ここにまあ透明のギター、エア、まあよく言われるエアギターがここにあったとして、皆さんの中で一番自分がですね、もう最高の演奏してる状態、一番理想的な演奏してる状態を想像するんです。レシュマーク、 Thank you for coming. At this time I'm explaining、for beginners, how to play and how to hold a guitar. Today's special and inordinary broadcasting. So I'm explaining how to hold a guitar. So sitting like this, we are ordinarily sitting in the chair like this.And don't bend the back like this. Like this. And both of each shoulder is parallel. And our hands are, can be moved freely, freely. And please imagine you are.Great guitarist. You are great guitarist. 私たちは素晴らしいギタリストだと思ってください。そして最高のプレイをしている状態を頭の中で想像するんです。A good lesson without guitar. I don't have a guitar. The guitar is controlled.
The guitar is being repaired by Lucio. Oh, is that right? So that is a good time. And you are lucky. I'm teaching without guitar. And all the audience, we are great guitarist and playing very well. 私たちは素晴らしい演奏をしていると想像してください。そしてここにギターがあるんです。This is air guitar and we are playing very well. We are playing very well. そうするとですね、だいたいこの辺にギターがあったらいいなという場所がだいたい想像つくんですよ。で、私の場合は、For me, this is best playing style. わかりますか? Can you understand me? こうです。こう弾いてるわけですね。タララ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 ラタララ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 ラタララ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 ラ This is my best position. And then you prepare the guitar here.Can you understand me? And this position is without the guitar position. ということですね。で、if you use foot stand,Well, sometimes I'm using foot stand like this, and I'm using this. And when I was young, I was using this foot stand, and Sorry. こうか。OK。こうですね。Foot stand. And without guitar rest. And like this.This is the same position. The same position. If you use a foot stand like this. This because、こういうふうにですね構えたこんばんはポノさんいらっしゃいですねこういうふうにしてか足台を使うとですね if you use foot stand the、posture is like thisMy body is like this. And we are practicing more than 1 or 2 hours, plays
practicing very hard. So the body is look this my waist. Look this my waist. こうなるからですね。ここが my weight is not parallel, not same. Right and left, right and left is no same. So if you are more than 50 years old or 60 years old like me、私のように年を取った人になってくるとですね、体重が全部、右の方にかかってくるんですよ。この足台のままでこういうふうにして練習してると体重が右側の方にかかってきます。で腰が痛くなります。 The weight of your weight is effective to the light waist long time. So little by little you will feel waist weak. This is my problem. Well, this is for other people doesn't cause this phenomena, but like me or old man or bodies, their body is hard, so it might be happen waist ache. 腰の痛みが始まってしまう人があるんですね。椅子の高さも重要って聞いて、自分はチェロ椅子座ってますわ。あの椅子の高さですよね。 A height of chair should be この太ももですね、ここが、床と同じぐらい。まあそれはあの背の高い人ね、身長差によって違ってくると思うんですけど、ここのところが床と平行になるぐらいがいいと思いますね。それで Then I recommend you this instrument. This instrument is guitarist and put here. こういうふうな状態なんですね。 This situation is equal.Same to standing. Sitting on the chair. そしてもう一つね、これでちょっとあの別の段階に入りますね。Even Segovia did not have such good sitting and playing position. Sure. Yes, it is. And I think Segovia is so.His body is so soft and his body is so special. But when he was getting old, more than 17 years old, 18 years old, his situation is not that good. This is my opinion.どこまでいったかな。もちろんだから足台でも噛まないと思いますけれど、 It is dependent on my student. It's dependent on student learning guitar, classical guitar. But、at this point,
I think the health is more important than playing well. あ、こんばんは。あの、健康の方が上手に弾けることよりも大事です。私はこれを言いたいと思うんですよ。健康の方がギターが上手に弾けることよりも大事だと思ってます。これはちょっと拡大解釈すれば、現在のコロナウイルスによって経済活動がストップしても健康のことを優先すべきですよね。ですからやはり健康なことを考えるとこれがいいと思います。それでその次に具体的なことについて説明しますね。まず、ギターの角度ですけれど、 This angle of the neck is please try to move the left hand like this, and you have to find the best angle of the classical guitar moving well. Your position is good because it affects the work of the hand and the finger work. You can play with your finger as you teach. This is world championship. Thank you. Right. プロでもギタリストを使っている人は、ね、ギタリストでも良いと思います。あの、とにかくギタリストはなぜ私が推奨するかというと、健康のためなんですよ。健康のため、まずそれが一番です。それで今角度のことについて話したんですけど、私の場合は For me this angle is best to move this angle. If you move like thisI don't like this because it's, I think, something move hard and something difficult. こういうふうに動かすとですね。で、よくあの、フォークシンガーとか、for example, look this.Many folk musicians or many acoustic guitar player light music, they are using like this. And I think this is okay for the pops music. This is okay.And for me, I'm starting with this guitar when I was young. でも、この角度というのは、このね、この動きを取らないといけないんですよ。そう。で、この動きというのは、This angle is, I think,This angle is harder and difficult, more difficult than this. Moving more easily. ということなんですね。This is, I want to say, for you.What's the most important? What's the angle? それと、this is one thing. And more thing, それからもう一つはですね、ここの位置ですね。サウンドホールの位置ですけど、このサウンドホールが
at the center of the body, I think。 あのギターの弦調がこうだとしたら、この弦調の幅の中で、この幅の中で中心になるところですよね。まあ中心は12フレットですけど、右手の一番最善の場所となるとここなんですよ。ここが at the center of the body。 あのフォークギターネックが細いから、じゃああのね、もう一つ言いましょう。フォークギターと、フォークギターはね、弦調が640ぐらいなんですよ。それでフォークギターはここの位置が、弦調が14フレットあるんですね。で全体がこちらに来てるんですよ。 This is a, I want to say you what is different folk guitar and classical guitar. Folk guitar have a neck to the 14 fret and classical guitar has a 12 fret. Classical guitar は12フレットなんだけど、フォークギターは14フレットなんです。これね、フォークギターとだで、ここのところですね、これ見てもらったら分かるんですけど、ここはですね、ここで14フレットなんですよ。こっちはここで12フレット、14フレット、and 12フレット。And do you know why is it different? Because folk guitar holding like this, so the length of the string should be more left.Side and classical guitar hold it like this, so should be classical guitar should be 長さは一緒なんですけど、これの長さは同じなんだけど位置が違うんですよ。それは構え方が違うから、あのクラシックギターの場合はこの位置でいいんですよ。だけどフォークギターはこちらへ来るんですね。でそれが一番大きな要因です。ネックが細いのはあんまり、そういった意味ではないです。ネックが細いのはまた別の意味です。ちょっと脱線しましたね。 So we are going to other position other way, so let's come back。 ですね、それで先ほどの話ですね、このサウンドホールが体の中心にならないといけないので、そのためにはですね、 So to make be is sound hall to be center. So it's depend on the each our legs andWe should left leg should be straight to the body。 あの左足は体のこう出ないといけないんですよ。左足が体の中心に来て右足を開くんですね。だからこういう状態ですね。これがまっすぐでこっちは開いて、そうすると thenYou can hold the classical guitar and you can your sound hole can be center of the body。 こうなんですよ。これで体の中心にこれ来ますので、こういう状態ですね。 This is two point, second point, and one more point is third point。
で、あと3番目ですね。3番目はこのここかかとと言いますね。かかととか肩とかですか。ここが肩とかですね。We say shoulder of the guitar and ここのね、顎ね、チンね、チンとこのショルダーのギターはこの高さですね。height of this should be I some always I'm teaching like please like two knuckles. This is my opinion. Don't be like this.Don't be like this. This is too long. And this is too short. So I recommend you 3 points. One is angle and center. The sound hole should be center. And two knuckles.And one more is height of the height of the head of guitar should be height of the our eyes. だいたい目線の高さぐらいでずっと行ったところにだいたいこのヘッドが来るのがいいと思いますね。And well, ですね、すみません、英語と日本語とでごっちゃになってちょっと分からなかったですけど、ここまで皆さんよろしいでしょうかね。まあ、何人の方が今来ていただいてるかちょっとこう人数がちょっと分からないんですけど、何かここまでで、質問ありますか。 Do you have any question about my explaining?ないですかね。まあとにかくここからですね、ギターの演奏に入っていくんですけれど、この状態でギターの演奏に入っていくんですけど、まずこの状態がやっぱり維持できなければいろいろなこの右手のタッチ、よくわかりました。ありがとうございます。大丈夫ですね。この状態ができないことには、例えばですね、こう構えた人に、そう、こう構えた人に、例えば、よく、質問されるのが、指が広がらないということを言いますよね。手が届かないんですけど、先生というふうに。よくそう言われるんだけど、手が届かない。状態をまず改善するためにいろんな方法があるんですけど、それよりもですね、手が広がないと言ってもですね、もしこう構えてる人がいたとしたら、これは手の広がりようがないんですよ。この構え方で弾いてる人に指が届かない、それはもちろんこれ届かないのは当たり前なんですよ。この構え方で弾いてますから。だから自分がこの指を広げて一番広がるところにギターが来てこないと来ないと、それは無理な話なんです。だから諸々のテクニック、これから右手に関しても左手に関しても諸々の基礎を説明したいんですけれど、その前にまずギターの構え方ができてない方にはいくら説明してもこれは説明しようがないんです。これ一つ分かってほしいんですね。だからまずは今日はギターの構え方から入りました。今日の説明はある程度経験者にとっては、十分よく分かってもらえると思うんですけど、特に入門者、最初にギターを持ってこれからギターを始めようという人にとってはこういうギターの構え方っていうのはあまりピンとこないかもしれないんですよね。でも
非常に重要だということを分かってほしいということと、あのギターの構え方はあのスポーツだと思ってもらって、今からまあ音楽をやるんですからスポーツではないんですけど、でも皆さんが例えば何かこれからスポーツを始めるとします。テニスでもいいし、野球でもいいし、サッカーでもいいし、何かスポーツを始めるとしたら大体わかると思うんですよね。まずやっぱり演奏フォームからじゃないでしょうか。でそのフォームをほったらかしにして練習するというのは絶対うまくはならないというのはあのよくわかると思うんですよね。だからここのギターの構え方に関してはスポーツだと思えばわかりやすいと思います。良い演奏フォーム、良い、プレースタイル、スポーツの良いフォームというのはここからスタートしますので、ということですね。今日はギターの構え方だけにしようかなと思ってたんですけど、そうでしょう。で、あの私の場合何回もこれ、YouTube でね、YouTube でこの状態のことをちょっとこう見せたりもしたんですけど、見てください私の場合。これ私これ両手フリーなんですよ。スポーツだったらわかるでしょ。ね、それで私はこれ I can move my both hands I can move free without guitar and sometimes I'm writing and pushing a keyboard or something work holding a guitarbetween hold the guitar and I can walk。 この状態のままであの楽譜を書いたりキーボードを打ったりちょっと物を取ったりあるいは寝たりスリーピングしたり、これ自由なんですよ。 And this is important because we should concentrate our finger or hand。 だからこれ大事なのはどういうことかというと、指先に集中したいからなんですよ。指先に集中したいから、こことかこことかですね、こういうとこが当たって邪魔になりたくないっていうのがあって、で for example I think the best、playing style、instrument for the playing style is piano。 私が一番理想的だなと思うのはピアノなんですよ。でピアノってどういうことかというと、あのピアノはね、もちろんペダル、足のペダルを使うんですけど、 of course using a foot pedal but you are playing piano you are touchingonly finger only to the instrument on key。 食事ができるように使える楽器が思いやすいと聞いたことがあります。食事ができるように使える楽器が扱いやすい、食事ができる、あ、こうしながらですか。どこまでいったかな。そう、ピアノの話ね。一番理想的なのは私はピアノだと思ってて、楽器と人間との接点は指先だけなんですよ、ピアノ。あれって一番理想的ですよ。でギターもそうありたいんですね。そうするとこの状態であと指先だけここに集中したい。よくあの初心者の人が一番問題なのはここの肘でぐっとここを押さえつけてしまう人ですね。あの私が長年このギターレッスンしてて一番気になるのはここでぐっと押さえつけてしまう人が多いんですよ。 Pushing with elbow
to hold the guitar、strongly。 やはりサイレントギターでは正しいホームは作れません。サイレントギターはまたちょっと私もよくわからないですけど、ちょっとよくわかりませんけどね。ただやっぱりサイレントギターを練習してるとその癖が入ってしまうと思いますよ。これはまたサイレントギターのことに関してはちょっと音楽的な話でちょっと知ってみたいんですけどね。それでまあとにかく ここに強く押さえ込まないことですね。初心者が一番やってはいけないことっていうのは、構えた後ここでですね、どうしてもそのギターが不安定ですから、When the beginners, when started with classical guitar, play classical guitar, in order to unstable the classical guitar and want to hold the guitar strongly, so someone seems to hold and push with elbow like this. This is not so good. And if you push and pull like this, the neck is happen to move in front of my body, and sometimes like this. 初心者がやることでね、ここで肘を引っ張りますから、こうすると当然ギターはこう前に来ますよね。だいたい初心者の場合はこうなるんですね。こうなって、しかもこうなりますので、まだ見ないといけないので、そうするとですね、初心者はこういう演奏スタイルにするんですよ。これ This is too bad. This is too bad. この演奏スタイルは非常に悪いです。ですからこれは避けてください。Please avoid this. This home. すいません。先生のおっしゃる通り、両手が自由に使えるという意味と理解しております。そうです。両手が自由に使えて、より自分の指先に集中したいということなんですよ。だからできればギターを構えることから解放されたいんだけど、それは無理ですから、ギターを解放するということは持つことで、もう必ずここにギターがありますから、現実的に。だからそれはできないとしても、とにかくその指先に集中したいということです。Your advice is lecture for me the most important way. Your position walking with the finger of your right and left hand pulling the string for a nice sound. Yes. Then it can make the nice sound. 初心者だとネック見ながら弾くからフォームも崩れます。そうなんですね。ここがね、そう、ラミさんのね、言うね、For beginners, want to see the key fretboard, fingerboard, sorry, and want to see beginners, and it happened like this holding style.こうなってしまうんですよ。見たいからこうなってしまうんですね。で、この問題を解決するために一つだけ私の方法を伝えておきますね。 To solve this problem to solve this problem I recommend you a mirrorA mirror. Please prepare big mirror, and you can see your
your playing body。 あなたが座見てるとこ、すみません、英語が先に出ましたけど、まずね、あなたの、演奏してる姿を見れる鏡を用意している。鏡をここに、自分の前にね、鏡を用意して、そうすればこう見なくても、ここに鏡があったら自分の目で鏡で見れるんですよ。 You can see on the mirror。 そう、鏡があったらこう見る必要がないから。もちろん Of course right and left is opposite, but you can custom, you can custom、 すぐ慣れますから、慣れますので、右と左の左右の違いはもう本当に1週間もすれば慣れますので、鏡に映して自分の指を見れば、そうすればここのスタイルはできるはずなんですね。これちょっとね、私トライしてもらったらいいと思いますね。まあそのぐらいかな。あと皆さんないですか？今日はまあ大体このぐらいにしましょうかね。まあたくさん皆さんに伝えたいことはたくさんあるんですけど、それでまあ先ほどのスタイルで、こっちの左足がまっすぐで右足を開けばギターはこういうふうに持ってこれますので、で、こちらのレフトフットで左の足で開いたり閉めたり開いたり閉めたりで、ここの角度は調節できますので、だから右足は、あ、ごめんなさい、左足じゃない、ごめんなさい、間違えました、I'm sorry、右の足ですね、ライトフットですね。だから右足をこう開いたり、これで調節できますから、 You can adjust the angle with light foot like this and please don't use left foot。 What is your position about particular position of the guitar?What is your opinion about the virtual position of the guitar? Vertical position. So, vertical position of the guitar is rather difficult, and it should learn more. It is not for beginners. ピアニストは長生きですね。お、右バランスがいいかもしれないですね。ピアニストは長生き。左右バランスがいいかもしれないですね。ギターの方と指の脱力感研究中。そうです。ホセさんが言ったね。なぜギターが難しいか。Why the guitar is difficult?is according to Jose Jun, he says piano is using left hand, right hand equal, using equally and the same movement. But guitar is right hand, left hand is quite different, quietly. So this is this is a point of what is classical guitar is difficult. Right hand, left hand using difficult movement. And we have to pluck the strings at the same time, left hand and right hand. So two hands.Working activity of two hands at the same time, and
and synchronized ということですね。あの右手と左手が全く違うということ、これがギターの難しいところです。他の楽器と比べて難しいところ、まあもちろん、まあもちろんバイオリン also、バイオリンをウクレレ、他の楽器もそうでしょうけど、でもギターほど難しい楽器はないです。でこのこともちょっと言いたいんですけど、I want to say one more thing 指の長さも違ってきました。そう、私の場合はね、ここでね、こうした時に、length of fingers of left finger is longer than left hand finger. But this is an this phenomena might be happen all the guitarists.これ長くなるのは当然ですね。それはもう年がら年中こっちを使ってますから。So, look this my, look my left hand, right hand. You can see my left hand bigger than right hand. And more longer than right hand.This is according to playing for all my life. Playing. そうですね。でもこれは当たり前ですよ。これは当たり前です。使ってる指が進化するのは、例えば個人差はあったとしても、例えばバレーボールのバレーボールプレーヤーとか、バスケットボールとかあるいはピッチャーにしても右投げの人と左投げの人では長さが違ってきますよね。それはもうそれだと思いますけど、まあ、今のって話はね、でもね、もう今日はちょっと逸脱しました。ちょっとこういう話をしてしまうとちょっと脱線してしまうので、もうちょっとやめときましょう。This talking about this is other way. So, turn to the talk. First, more important thing is holding style. How to hold a guitar. どうやってギターを構えるかということですね。これからまあギターの左肩の押さえ方とか右手のその弦の断弦の仕方とかですね、ここら辺もまた説明したいと思いますけれど、今日はこのぐらいにしておきましょう。 I want to talk with you more thing about how to put the left hand and how to pluck the right hand with right hand, right finger. And I'm going to explain next time. So sorry, I'm going to finish. そろそろ終わりにしたいです。今回はちょっと本当に今日の、まあ、動機づけというのはまず、緊急事態宣言が発令されて、私たちは家の中に閉じこもっておらないといけないということ、そしてその間どう有意義に時間を過ごすかということとそんな時にギターは最高ですよということが言いたいということと、もしギターを始めるんだったら、まあやっぱり正式にギターを始めましょうよということですね。
まあちょっとした感じで、もちろんねそういうギターの始め方もいいと思うんですけど、どうせならば上手くなりたいでしょ、どうせならば本物になりたいと皆さん思うと思うので、そうです、何でもね、僕は入り口っていうのは2つあると思ってて、どうぞいらっしゃい、すぐに簡単にできますよというものと、やっぱりきちっとやらないとできませんよというのと2つあるんですよ。で、どうぞいらっしゃいというのはね、間口は広いんですよ。だけどその後あなた自由に勝手にやりなさいと言って結構冷たいんです。でも敷居が高いものっていうのは、それだけ敷居が高い分だけその後きちっとやりたいんですよって言った時にはですね、その後はあったかいんですよ。皆さんこれ分かってくださいね。はい。 So thank you for listening and see you next time and please come next time。また皆さん来てください。ありがとうございました。終了します。